仙台市流木町通り小学校は宮城県仙台市青葉区木町通り一丁目にある公立小学校。仙台市において初めて設立された小学校の一つであり、140年以上の歴史を持っている。近年、学区内にマンションの建設が相次いだことや、 2004年には市民センターと児童館を統合した新校舎を完成したことなどによって児童数が富に増加している。一方で親子2代、3代続けての同窓生という児童も多いという。1873年7月4日、前年に交付された学生に基づき4番小学校として仙台市北六番町に開校した。 1876年9月4日、現在地に移転し、マスネ小学校と改称した。ついで1879年には、木町通小学校と改称し、制度の変更に伴う、木町通人城高等小学校、木町通人城小学校、木町通国民学校という名称を経て、1947年4月1日に、現在の木町通小学校と定まった。 1945年の仙台大空襲では、校舎の三分の二を消失したものの住民の希望と、協力で校舎を、いち早く再建。終戦後の1947年8月6日には、東北巡行中だった昭和天皇による訪問を受けた。江戸時代の仙台城下において、立町と定前寺通りやぐ町との中間地帯は、仙台藩から木材仙売の特権を受けて、 材木賞が繁盛した材木町であり、木町と呼ばれていた。公名である木町通は、この木町に通じる通り、という意味であるという。また、明治9年から一時使われていた、マスネ小学校の名称は、根を深く培い、持ってその枝を伸ばし広げるという意味の、マスネ達へに由来した。1879年6月、木町通小学校に付属する。 幼稚園が開園した。当時これは東京以北で唯一の幼稚園とされた。同幼稚園は1881年11月に分離、独立した。現在の東二番町幼稚園の前身である。ABCDEFGH 学区の概要気町通り、小学校公式ウェブサイト、2010年5月20日、閲覧 ABC 気町通称の始まり気町通り、 小学校公式ウェブサイト、2010年5月20日、閲覧 ABCDE 学校の遠隔仙台市、流木町通り、小学校公式ウェブサイト、2010年5月20日閲覧、課外授業用こそ先輩世界に届け、幸せの歌歌手、森久美子、グーテレビ番組、ワイヤーアクション、2017年8月7日閲覧、ありがとうございます。